Galaxy S9、ついに登場。7年前のスマホだけども。電子レンジマンの動画。革版が積んだもんなのだ。四国メタンですが。飛車は闇を抜けて光の海へ。ということで、先月からずっと探していた Galaxy を入手したのだ。秋葉原とかにもあんまり良い在庫がなかったのよね。まあ今回入手した個体も状態は悪めなんだけど、代わりに完品なのだ。2018年5月18日発売の Galaxy S9。僕も当時無印やプラスを買って使ってたのだ。 S8 で急激な進化がありつつ、 S9 では細かい難点が改善されたような印象だったわね。僕は7までは iPhone 派だったんだけど、10でちょっと納得いかなくて、ここで完全に Android の特に Galaxy 派に転向した感じだったのだ。そんな懐かしの Galaxy S9、 開封しつつ写真撮ったりゲームしたりしてみたのだ。結論としてはどんな感じ？まだいけるかしら？まあアップデート終わってるし、メインで使うのは人には勧めないけど、とりあえずサブなら割と便利に使える機種だと思うね。今回はフリマアプリで9800円ほどで入手。まあまあするけど完品なのだ。箱とか全部ついてこの値段はあんまりないわよね。 au 版を入手したのね。ドコモ版はクソみたいなアプリがいっぱい入ってるから買いたくないのだ。それにしても懐かしいよね、この大きな箱。付属品が今より多いから箱も大きいのだ。この時期よりだいぶ値上がりしているのに、付属品は減りに減っているというね。この箱どうやって開ければ良いんだっけ？マグネットで固定されてるのを横に展開するのだ。というわけで本体が出てきたけど、割と想定以上に脆いのだ。一旦付属品から見てみようか。この小箱の中には確かケースと説明書が入っていたはず。説明書は別に入ってるわね。データ転送用のケーブル。使用が今見ると古い。アーカーゲーのイヤホン、こんなのもついてたわね昔は。あとアンセブ用のケーブルも付属しているのだ。実家の自室にテレビアンテナの端子がないので、行った時はこいつを使っても良いかもしれないのだ。あとはこれもあるね、ケーブルの変換するやつ。あとケースもあったけど、ちょっとボロいので、まあ本体だけで使おうかな。そもそも本体がボロい。こちらは本体だけど、まあ結構な傷の多さなのよね。やや傷や汚れあり判定だったけど、ややの段階は超えてると思うのだ。ケース外して使ってたのかしらね。ケース自体も使用感強かったけども、背面については光の加減によって傷が見えたり見えなかったりって感じだけども、フレームも結構な傷の量なのだ。というかこれだけ使い込む人が付属品全部しっかり残してたのは、それはそれですごい。本体上部に SIM スロットがあるわね。割と変わった配置なのだ。右の側面には電源ボタンが。音量は右にないのね。そういえばボタン配置は S20 あたりで今と同じになったんだってかね。ダコンがUSB Type-C は前年の S8 から採用。イヤホンジャックはこの次の S10 まであったんだったかしらね。画面も傷が多いわ。このチャンネル史上最多かも。アリエクで保護フィルムを買って貼り付けることで、右端の傷以外は概ね見えなくなったのだ。スペックとしては当時のハイエンドモデルって感じかしら。ただしカメラは大画面 6.2 インチのプラスの方が望遠レンズありかつ標準レンズの F 値切り替えができて充実してるんだよね。メモリもプラスなら 6GB、 プラスの方もそのうち入手したいわね。電子レンジマンの動画。それでは現在における Galaxy S9 の動作について解説していくのだ。ちなみに2021年6月1日のセキュリティパッチが最新みたいだね。3年くらい更新されてたのね。 au 版もまあ多少はキャリアサービスの通知とかがあるんだけど、消せば出なくなるかつ入ってるアプリは大体は削除できたりするし、まあそこまで問題ないかな。あとナビゲーションボタンはジェスチャー操作にもできるのだ。ボタンは押し込みで操作とかもできたんだね。そういえばそんな S9 の気になるアンツツベンチマークテスト結果はこちら。43,851点なのだ。お、2018年で今から7年前と考えるとかなり数値って良いんじゃないの？まあ現代のミドルスペックスマホより少し落ちる感じかな。3万円台前半で買える元 G64 と比べてもちょっと落ちはするけど、あんまり変わらん感じ。 CPU 性能よりもストレージが 64GB しかないことの方が厳しい印象なのだ。原神入れたら容量がほぼ満杯になったわね。とりあえずクリコネをやってみたのだ。まあ一応通常のクエストなんかは最低限遊べてる感じかしらね。このゲームって大体のことはスキップできるので、スキップして遊ぶ分にはまあいけるかな。一応バトル時の状況もチェックしようということでアリーナでも遊んでみるのだ。古めのスマホってアリーナで遊ぶ際の読み込みが結構長くなる気がするわ。単純に検証時はほぼダウンロード直後なので、読み込みに時間がかかってるとかかも。まあアリーナもこれより古いスマホと比べれば何もか動きが良いような気はするのだ。もっと高速にしてみた。3
完売速とかになるとさすがに映像のガタガタさが厳しくなってくる印象だわ。まあでも結局スキップできるので、本当にしんどいのは毎月の新イベントやクエストを進めるときかな。続いて原神、グラフィックは中でも負荷が非常に高いわね。とりあえず遊んでみるのだ。ちょっと歩いてるだけでもやや厳しい雰囲気は出ているのだ。さすがに2018年のスマホで原神を遊ぶのは厳しい感じがするかしら。 CPU 性能以上にメモリが 4GB しかないのが厳しいような気がするのだ。入れるだけでストレージがほぼ埋まるのもゲームの動作において悪い影響が出ている気がする。まあさすがにゲームをする人が今からこの機種を買うことはないだろうけど、とりあえずゲーム向けの端末ではないと思うのだ。ブラウザなんかはサクサク動作しているのだ。画面リフレッシュレートは 60Hz だけど、まあそこは時代ということで。 YouTube アプリも軽快に動いてるね。サブスマホとしては全然いけそうなのだ。フル HD を超える解像度だし、有機 EL で発色も非常に良いのよね。10円くらいだったのが今はもう20万円超えたりするわよね。音質は今の機種と比べるともう一声な印象かな。当時はステレオ化したということで大満足だったけど、さすがに時代は感じるわね。電子レンジマンの動画。それではいよいよギャラクシー S9 のカメラ性能をチェックしてみるのだ。ギャラクシー S24 ウルトラとの差も気になるところだわ。天候が悪い仙台駅前、梅雨のスマホレビューはいろいろと条件が悪くて厳しい。とはいえ曇ってても結構綺麗に撮れてるのよね。最新のスマホで撮ったと言われても何も違和感を覚えないレベル。あんまり良くないポジションから撮ってる写真、なんか神秘的なムードが出てこれはこれで良い気がするわ。なんか壮大さがある。公園のぞ、古いとはいえハイエンドだけあって全体的に綺麗に撮れてるような感じはするわね。ちょっと色の調整はレトロなムードがある気もするのだ。ラーメンは非常に綺麗に美味しそうに撮れているのだ。変に端の方がボケてたりもしないので最近のスマホより良いんじゃない。日付が違うけど同じラーメンの写真を比べてみた。ギャラクシー S24 ウルトラはやっぱり後ろの方結構ボケてるのよね。色も S9 の方が良い印象だわ。公園の写真比べてみたのだ。ほぼ同じ位置から撮ってるはずだけど画角が違うから少し写り方も違ってるわね。印象としては背景とかの見え方の調整はギャラクシー S24 ウルトラのがさすがに進化してる気がするのだ。言い換えると手前のアジサイかなんか自体は S9 の時点で十分綺麗に撮れてる印象。風景写真は割と S9 の方が色合いが良い気がしなくもない。この写真はギャラクシー S24 ウルトラの方が自然な色味だと思われるけど、写真としての見栄えは S9 の方が良いかな。5倍ズームは専用にレンズがあるギャラクシー S24 ウルトラが圧倒的に綺麗。こういう写真の細かい部分の表現力もギャラクシー S24 ウルトラの方がさすがに上がってるのだ。また日付が違う写真なんだけど、夜景もさすがにギャラクシー S24 ウルトラが圧倒的なのだ。ところどころ S9 のが良いけど、やっぱり総合的にはギャラクシー S24 ウルトラが強いわね。動画もそれなりの綺麗さはある感じかね。普通に撮影機材としても使えなくもない気はする。ズーム時もそこそこ綺麗かしら。頑張ってるよね。 60fps でも撮影できるのだ。なるほど。まあ 60fps ってあんまり良いとも思わないが、ぬるぬる動くけどあんまり自然に見えなくて投稿者は苦手なのだ。こういう細かい被写体にズームはきついね。電子レンジマンの動画。というわけでギャラクシー S9 を久々に触ってみたけど、やっぱり S8 での進化から調整されたベストなモデルということで、まあ触ってみても魅力的には感じたのだ。横幅が細くて重量も 161g にとどまってるからとても持ちやすいわよね。最近この時代のスマホを触ることが多い結果として、今のメイン機のギャラクシー S24 ウルトラとかが非常に重く持ちづらく感じてきたのだ。とはいえ圧倒的な望遠性能とか画面サイズはやっぱり魅力的なんだけども、後テレビが見られるのもメリットではあるかな。ケーブル必要だけど、とはいえテレビなんてほぼ見ないので役立つ場面は限られるんだけどもね。イヤホンジャックある上で USB タイプ C だし、サブ機としては現代でも結構ありだと思ったわ。しかしマップラスと比べて抑えられている部分が多かったり、あんまり綺麗な状態の中古品がなかったりするのは弱点かな。あとエクスペリアとかと比べると中古価格がかなり高めよね。全体的なクオリティが高いので中古相場も高めで落ち着いている印象なのだ。正直7年前の Android スマホに1万って結構きついよね。その辺も考慮するとやっぱりおすすめ度合いはちょっと低いかも。8000円台以下とかで売ってれば検討しても OK って感じかしら。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、
チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、SNS もあるので興味あれば概要欄からチェックしてくれ。この指紋センサーも位置がちょうど良いし、本体のメタリックなカラーリングも良いわよね。まさに新時代のスマホって感じだったのだ。今の落ち着いた路線とはまた違う良さがあるよね。そういえば S23 は結局投げ売りにならず終わったっぽいね。いずれ触ってみたいけど当分先になりそうかな。次の中古ギャラクシー Y シリーズとか S23、FE あたり触ってみたいかしらね。